韓国の鉄道管理技術を世界に輸出しよう。何をたわけたことを言っているのかと油断してはいけません。真実と現実を知らない国は簡単に騙されてしまう時代なのです。レコードチャイナの記事からです。2017年4月11日、韓国東亜日報によると、1ヶ月前に韓国仁川市のヨンジョン大橋で突然止まった新型 KTX の故障原因が明らかになった。やった。珍しいこともあるもんだ。故障の原因が明らかになるなんて、韓国で一体何が起きたんだ？韓国鉄道公社は、同事故について、ボルト1個が原因で発生したと発表した。電力供給部のボルト1個が完全に閉まっていなかったため、バッテリーが早く放電されたという。同列車は2017年2月25日に線路に導入されたため、半月ほどネジが完全に閉まっていない状態で、線路を走行していたことになる。突然停止の原因は、検車だよ。それにしても、韓国の高速鉄道って、バッテリーで走っているのでしょうか。同列車は2018年のヒラマサ五輪に備えて製造されたKTX 三チョンの新型である。今年後半に開通される KTX ウォンジュ関連線に導入され、各国の選手団を乗せることになるが、本格的な運行が始まった後に相次いで障害が発生している。これでも頑張ってるんですよ。ちゃんと数万キロの試運転をしているのですが、なんでダメなんでしょうかね。先月話題になったイベントは、揺れる高速鉄道。話ができないほど楽しいらしいですが、治ったのでしょうか。さらに、ヨンジョン大橋のある仁川国際空港線では、KTX ウォンジュの試験運転が行われなかった。別の路線で試験した列車が仁川国際空港線に導入されたという。あららららら。あっちの試験で良くても、こっちでは相性が悪いかもしれない。それなのに、あっちで試験したから、まあ、いっか。普通の韓国ですね。それでは、アトラクションが大好きなニダ君たちの感想です。未熟な技術で製品をパクろうとするからだ。問題が起きるのは当然。ご理解、ありがとうございます。これが韓国、特に驚かないよう。何事も、諦めが肝心です。韓国はいつもこう、安全ですと自信満々で強調するけど、実際に起きた事故を見ると、些細で情けない理由で発生している。今回も基本的な点検を怠ったために起きたということでしょう。基本を守らない。約束を守らない。ルールを守らない。今更説明は必要ありませんね。以上、イージスがお送りしました。それではまたお会いしましょう。